放射線レベルを探知、基準値以下を検出、半径200アージュ以内であれば滞在しても問題ないと思われます。そういうアプリ？はい、エリカ・ラッセル博士が開発されたものでして、よろしければ皆様のザイファに転送いたしましょうか。そういえばジョルジュ先輩から似たようなアプリもらってたかも。せっかくだからそちらも入れさせてもらおうかしら。それじゃあよろしく頼む。私やっぱり違うのかな。寂しいとか悲しいとか、多分みんなみたいには感じられてない。ラーちゃん？何かご用でしょうか。どうも。Thank you.
兄ちゃん、この敷地の跡って。ああ、世話になった宿か。言葉にならないな。もしかしてあそこが爆心地だろうな。そしてブラッド君の最後の報酬ゲットね。
確か小さな市場があったはずや。最初から何もなかったみたいに。こんなのって